どうも、出勤ラビッツでーす。今日もね、またまた、おさじさん、いたじさんと、おたまどれが、ということでございますね。僕もまた、アジンシリーズパート3ということでね、アジヘンシリーズですね、やっていただきます。今回は、この2品を使ってやりたいと思います。まずですね、今日の1品目がこちらでございます。ふっくらしたて小揚げです。この揚げを使います。揚げとね、スーパーカップ、これはまた簡単シリーズとなっておりまして、この揚げの中にこれを入れる、それで冷やすという感じでやっていきましょう。これはまたね、ちょっとねフライパンで焦げ目つけますね。よろしくお願いします。まずやっていきましょう。まずこれをまあ1枚取りまして、で、こういう感じになってるんで、ちょっと切れ目をね、こう入れたいんですよね、うん、切れ目ちょっと入れて、うん、うん、こうなって包丁入れるね。包丁使える？使えない。何で？包丁ね、危ないね。何で？あれ、できないわ。いや、さできないわ。やっとれます。落としちゃう、落としちゃう。危ない、危ない、危ない、ここでやろう。あ、端っこの切ったら上だけ切ればいいじゃん。上だけ。あ、じゃあ、違う、上の方だけ、上の方。違う。違う、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 違う。これを、これ、ちょっと。あ、ここね。ここだけ。そうそうそう、上だけ。いなり寿司、いなり寿司みたいな感じですよ。うん。うん。オッケーオッケー。はいはい。じゃあ、行かして。はいはい。はい。ということで、これ上からね、こういう風に開いたので、この中に、スーパーカップのバニラアイスを、スプーンですくい入れるという感じでね、やっていきましょう。スプーンあるの？うん、スプーン入ってる。ちょっと待って。カラーボックス。ちょっと待っていい？はい。ちょっと待って。これすくって、ちょっと待っていい？すくって、すくって、ちょっと待っていい？じゃあ、この中にね。カチンコチンのスーパーカップ。入れます。まだまだ満杯になるぐらいまで入れますよ、これ。満杯になるぐらいパンパンと、これ入れて、入れていきます。入れていきます。まだまだ入りまーす。入れていきまーす。入れていきまーす。まだまだね、入りますので、よろしくお願いします。そうね。結構結構ね、まだあるんですけど、まだ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 いきます。閉じる分があるからね、降りて。閉じる分だね。閉じなきゃいけないよ、少し。いない、いないだからね。じゃあ、このぐらいでいいかな。これを、こういう感じで、中身にこう詰めたら、まあ、こんな感じで、なるんで、これを揚げていくという感じで。それ、どうやったの？焼くんです、焼く。焼くんだよね。ちょっと、これを、まあ、今回は、2個、これと合わせて2個作ります。はい。で、こちらの2枚目も、同じくやっていきましょう。で、こちらもね、やっていきましょう。はい。いいね、慣れた手つきだね。慣れた手つきでーす。さすが、バックヤード専門。あと1回、ラストいきましょう。はい、OK。で、これで詰めます。大丈夫ですね。はい。なんでその間にその出てくるのかわからないけどな。詰め込んだ。はい。で、まあこれで2個できたらこちらです。これを風にまず焦げ目をつけますということでね。前回と同じフライパンで油を引いてやりますということでやっていきましょう。はい。どうなるかな。楽しみだな。では焦げ目をつけるまで待っていきましょう。慣れなくているからアイスを砂も飛ぶ。ゲームがついてきたので、こちらにまず皿を置いて熱を冷ましてからラップを一つずつこう包んで冷凍庫に入れるっていう作業ですね。こちらをやっていきます。
ました。はい、これまず冷まします。冷ましますね。とりあえずね。冷蔵庫に。入れちゃいましょう。どうでーす。はい。はい、じゃあここから包んでいきますと、包んでいきます。閉じて、はい、冷凍庫行きです。閉じて冷凍庫行きでございます。はい、これで10分ぐらいもらっていきましょう。はい、それではいきますね。これね、どうなんですかね。シュークリーム系です。揚げとね、ソフトクリームでアイスクリームでやってますので、まあ一応これ、どうしようって言ったら、どうだ、あっ、やばい、え、まずい、まずい、まずい、あれだ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 、どういう、まずい、うまい、いける感じなの、いけない感じなの。味変シリーズ第3回になるんですけど、まあ1回目失敗したんですけど、2回目結構良かったと思うんですけども、今回はちょっと微妙かな。まあ1回目はちょっとじゃないかなって感じで、でこれでもね、また味変のシリーズ、まあ思いついたら、アイデアが思いついたらね、とりあえずまた撮っていこうと思うので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。